はいえー、それでは監査論の改正論点の担当論文対策ということで、えー、第3回目なんですけども動画収録させていただきたいと思います、えー、今回はね、えー、緊急収録ということでなぜかというともともと4月14日に公認会計士監査審査会から確定版の出題範囲が出てたんですねでそれに基づいて5月11日に、えー、YouTube で動画をね、えー、解説動画を公表させていただいたんですがなんとその公表した翌日 5月12日にですねこれですよ公認会計試験の出題範囲の用紙について確定版における追記についてとこれが出てしまったんですねで、えー、端的に言うとこれなんです「換気法の600」これがですね、まあ、いわゆる現行というのか古いと言っていいのか「環気法600」グループ監査というタイトルのものが 令和5年のつまり2023年今年の5月担当に適用され今年の8月論文には改正された換気法600グループ監査における特別な考慮事項こっちが適用されると。 担当と論文で範囲が違うということが今になってですね、公表された。ですから、ここにね、ご注意くださいという単に、まあ、アラートじゃないですけどね、えー、これ注意くださいという動画ではあるんですけども、これね、この時期に皆さん、ね、追記についてって、これ見てない人、どうするんでしょうね。 だって4月に確定版出てるわけですからこの範囲を、ね、見ない受験生だってもう勉強に、ね、集中して見ない方だってたくさんいると思うんですよ、まあ、噂でいろいろ聞くでしょうけどもということで、えー、ちょっと、ね、これをなぜ今になって公表したのかっていう意図が、あのー、ちょっと謎ですよね、えー、こういうことはやらないでいただきたいなというふうふに思いますし一方で,ですよ、ねえー、5月担当で現行のグループ監査600が出ますよ。 だまあ出ますすすよよよか範囲でで言ってるわけですよ、ね、で8月論文では新しい環境ですよこれ何も発表をしなければ皆さん8月も5月も新環境法600だと思ってたわけですよねそうすると5月であえて現行の古い600グループ監査が範囲ですよっていうってことはですよ5月担当なんかこの環境600グループ監査あ古い方 が出るんじゃないのかななんか問題でね出てるからだから慌ててあっ これ新しい環境の600が出るって言ったままにしとくと古いのから出たじゃないかって批判があるといけないからあえてこの時期にですね5月担当ではこの原稿の古いあの環境600グループ監査が出ますよアナウンスしたんじゃないかなと思うとですねまあ,あの5月担当であの原稿のグループ監査という短いタイトルの環境が なんか出てんじゃないのかな？って思っちゃいますよね。で、逆にこういうこと。多分他の予備校でもみんなね。言うと今度はあのそれをね。えー えー、も元にとにいうかね、えー、それでこう問題を差し替えるんじゃないかっていうこともあるかもしれないんですがうどうでしょうね問題が漏えいしているわけでもないですし、えー、この5月の、ねえー、もう半ば試験まで2週間切ってるような状況でですね、えー、差し替えを行うかというと、まあ、それもちょっと考えにくいかなということで、まああのー、出るか出ないか分かんないですけどもちょっとねなんか怪しいなという気がしますよね。ただ、あのー、今回ねこれ、あのー、環境600ははあのー、そうは言っても 古い換気法を理解できてないと新しいあのグループ換算における、えー 考慮事項、ねえー、このお、まあ、特別な考慮事項っていう新しい換気法を理解するのは難しいんですだから、まあ、担当で出るも出ないにしてもね、えー、論文では新しい換気法のが出題範囲になるということも踏まえると、まあ、古い600をしっかり勉強しておいてそれで、えー、論文では新しい換気法を勉強するっていうのはねこれは全くあの何、ー、て言うかな、あのー、大変なことというよりはもう今の現行の古い600が理解できてなければあ新しい600を理解できない ということなんで、ねえーまあ、無駄になることはないということはあご理解くださいですのでもう一回言いますけども担当では5月担当では現行の,の古い環境600グループ監査が適用8月論文では新しい600、えー、グループ監査における特別な考慮事項が適用されるとこういうことになりますで、えー、とこれもね出てるんですね出題範囲の用紙についてのところで、えー、と明確にねここに文章で書いてあるのはここなんです、えー 米一としては、まあ、これは皆さんもう分かってたことですけども第2回担当これが、ね、令和2 5年の5月担当では令和3年に改定された品質管理基準そしてそれに関連して、ね、4月令和4年の6月16日に改正された品規法1号とか品規法2号、ね、そして換気法の220あとそれに関連する改正も範囲になりますよよ言ってます。でこれはあの予想通り でえー、今回、まさにこの動画を撮っている、ね、議論の発端となったこれはあの論文については、えー、令和5年1月12日改正の環境六600その他適合修正への対象となったものつまり、えー、この環境六600の改正とそれにここの改正に伴う改正内容は論文で出しますよ逆に言えば担当では出ませんよということは明確になったとこの文章でもここで確認できますと。 この,この、ねえー、改正前と改正後の、えー、ものが担当と論文で出るっていうことを注意いただきたいと、えー、担当では改正前担当あ、論文では改正後と、ね、なので、まああのー、もうこれで、ね、動画の収集はこれだけなんですけど、あのー、例えば、ね、改正前ではあのー、重要な構成体っていう概念がありましたよね。で重要な構成単位っていう概念は あるというのが前提で担当は問題は出るとすれば作られるはずですでその場合には個別の財務的重要性を有する重要な構成単位ねこれは財務情報に対する監査フルオーディット全体の監査と。 ある,であるいは重要な構成単位のもう一パターンとしてグループの、ね、財務所要にかかる特権リスクこれが含まれる可能性のある構成単位については構成単位の財務情報の監査つまり全体のフルオーディット全体の監査か特定の勘定科目、えー、取引種類または開示の監査、ね、特定の科目の監査か特定の監査手続き、えー、この3パターンが認められていると、ねえー、ここら辺はしっかりと、ね、押さえておいてください。 でえー、改正後、これはもう論文対策の話です。担当は忘の方は忘れていただいていいんですが、論文の場合にはですね、重要な構成単位という概念がなくなってます。ね、それで、えー、グループ監査人が構成単位を決めます。その構成単位というのは会社ごととは限りません。ね、横串を刺して、取引、ね、この取引、しかも A 社と B 社にまたがったこの取引とかね、そういったところを構成単位として、監査人が専門家としての判断で決めると。 そしてその構成単位について何をやるかというと改正前の特権リスクがある構成単位特権リスクが含まれる可能性のある構成単位にほとんど似たような手続きをやるとつまり3パターンから選んでやると。 ということですねでこの新たな換気法の600で構成単位に対しては何をやるかっていうと構成単位の財務情報全体に対してリスク対応手続きをやると、まあ、いわゆるフルオーディットをやるか一つまたは複数のね取引種類勘定残高または中期に対してリスク対応手続きをやるかまたは特定のリスク対応手続きをやると。 でまさに、えー、改正前の600の、えー、特権リスクがある可能性のある構成単位にやる手続きをお改正後の600ではね構成単位に対してやるんだとここがポイントですからね、えー、この点は改めてあの押さえておいていただきたいと思います。はい、ということでね、あのー、試験範囲ぜひ注意していただいて、まああのー、こんな発表が、ね、あっても、まあ、皆さん一応平等ではありますからねあのとにかく冷静に淡々とね、えー、もう直前、えー、と体調本当に気をつけていただいてコロナも どうもまた流行ってきているようですから、あの体調気をつけていただいて頑張っていただきたいと思います。はい、それではね、第三回目のこの担当論文対策改正論点の講義終わりにしたいと思います。どうも皆さんお疲れ様でした。